出かける時間だね。今度はいつ戻る？なんて野暮は趣味じゃない。この部屋は鍵なんてないさ。いつだがって開け放し、例えばあなたが帰っても大げさに喜んだりしない。あなたがあなたでいればいい。僕は僕でいるから。この星には70億もの喜びと悲しみが追いかけっこをしてる。小さな小さな星なんだ。すべては些細な出来事。いつだって開け放し、例えばあなたが帰っても大げさに喜んだりしない。あなたがあなたでいれば、いつでもいつの間にか歌を歌っていた。そんなさりげないあなたでいてほしい。いつでもいつの間にか歌を歌っていた。そんなさりげないあなたでいてほしい。こんにちは、そらです。10代の頃、数十年後を想像して夢を見て、たことってあると思うんですね、皆さんね。で、実際に何十年か経って、あ、何十年前にあんなこと思ってたなっていう自分をね、この思い起こす、そんな時が来るって当時は思ってなかったと思うんですけども、遠い将来を遠い目で、この視線が届くかどうかもわからない将来を見て、それが気がついたら振り返ってるっていう、そんな思いを込めて作った歌です。惜別という歌ですね。時よ柔らかに髪をすいてかけてゆけ。あなたという名の物語、手のひらに残したまま、いつか夢に宝物だから、そう
ついで行くのです。幸せになれそうよ、心配はいらないから。年老いていつかまた振り返るまでさよなら。昔書かれた物語は二度と直せない。たとえどんな素晴らしい小説家でさえも何度読み返しても「ラストシーンは悲しいけれど」「確かに二人の物語」「信じ合えたたかだもの」「そう僕はこの春就職しました。幸せになれるなら言葉は飲み込むよ。胸の痛み微笑ましく思えるまでさようなら。私この春ママになりました。幸せというのは高い言葉は二人で抱いて、年老いていつかまた振り返るまでさようなら。目を細めていつかまた振り返るまでさようなら。出会いがあってね、別れがありますけれども、恋も始まりがあって終わりがあるんですけれども、始まらない恋っていうのは終わりがないのかなって、ちょっともったいそうにしますみたいなものを作ったりもすることがあるんです。まあラブソングって作ってる時はいいんですけどもね、歯の浮くような歌詞があったりすると自分で照れずに歌わないとね、意味ないですよね。歌ってる最中にプッと吹き出したりとかね、自分でこうね、歌ってる最中に吹き出すのって非常に惨めですけどね。でももっと惨めなのがね、ラブソング真剣に歌ってる時にプッと吹き出されるのが本当にこれは辛いですよね、本当にそれで、こういうことね、本当は先に言わない方がいいんですよね。僕結構ね、自慢じゃないですけど、得意技の一つに思い出し笑いってなんですよ。で、つい数分前のことを思い出して、もし歌ってる最中に笑い出したりとか止まっちゃったりとかね、顔がたまに引きつってもそれはね、一瞬我慢してると思ってくださいね。もうこの辺でやめときましょう、あんまり言うと。いつまでもって歌ですね。もうタイトルからして、タイトルの段階で笑わないでくださいよ。いつまでもって真面目に歌います。夢追い人のこの俺についてくると言った。お前の肩に手を回して
せたこともあったけれど、うまく優しくもできないが、愛を信じるなら俺を信じてほしいのさらば、いついつまでも離さない、掴んだよお前を。二人で歩くこの道が、たとえば狭くとも、お前と俺は一つだから、進んでゆけるはず。赤い糸はもつれよう、必ずお前に届くはず。愛を信じるから、お前を信じている俺なのさ。いついつまでも離さない、掴んだよお前を。いついつまでも離さない、掴んだよお前を。ありがとうございました。こちらの方をもしと言わず、まあ、もしですから、まだ始めの合図があるまで裏返してたんですよ。合図があってから裏返して名前を書いてください。ちょっとこう回していただけるとすごく嬉しいです。くるくる回したりじゃないですからね。もうこう念のために、あ、大丈夫です、その後ろの方照れずにこう渡してあげてください。で、後ろの方も嫌がらずに隣の方にこう出してあげてください。一応大丈夫です、人数分46枚ぐらい用意してますから大丈夫ですよ。まあね、まあ、ラブソングっていうのはちょっと考えもんですよね。本当によかったらね、当日来てください。ね、2時間といっても途中でね、ゲストの方もちょっと来たりするので、またね、じゃあラブソングをちょっと歌ったところで、ラブソングをもう一曲歌ってもいいですかね。やめるって、いや、するならちゃんとしていただきたいなって。もう歌って、ありがとうございます。なんか照れちゃうな。なんかじゃあしょうがないですね。なんか皆さん歌ってくれっていう声なき声が聞こえてきましたんで、タイトルを言うのをちょっとはばかられるんですけども、風のメッセージっていう歌ですね。今度は大丈夫です。とても歯の浮くような歌です。僕の歌を黙って愛の歌は君に囁く言葉、意地張りだし素直になれないけど、口に出せぬ想いを浮かんじてくる甘い言葉、優しい心
もあるよな恋よりも本当の優しさがいい。風の中で翔吾っていう方、浜田翔吾さん大好きだったんですよ。で、子供の頃ね、浜田翔吾さんのまだ全然売れてない頃だと思うんですけど、路地裏の少年という曲を聞いたことなんですけども、まあ知ってる方もいらっしゃるかもしれないですけどね、その路地裏の少年を浜田翔吾さんがギター一本で100人ぐらいのホールでねやったんですけども、一応指定席だったと思うんですけどね、まあ僕でも買えるくらいのチケットだったんですよ当時はね。だけどお客さんいないんですよ。だからもうみんな前おいでよっていう感じで1列目にみんな来たんですけど、1列目も埋まらなかったっていう、そんな時代がね、今はもうものすごい何万人という感じになったじゃないですか。いやすごいなっていうかね、まあ本当になんていうんですかね、席別じゃないですけども、昔何十年後ビッグになっていたいってきっと思ったと思うんですね、浜田翔吾さん。そして今ビッグになって、あの頃の路地裏の少年を思い起こして歌う時にね、そんな話もされて、俺が昔この歌を作った時なんて話をね前に聞いた時にちょっと僕はホロッとしたんですけども、で実はこう今僕が使ってるこれハーモニカホルダーっていうんですけどね、今ねこの形状のやつって多分売ってないと思うんです。みんなこう台形になってるんですよ。でこれ何を隠そう、その子供の時に買ったハーモニカホルダーなんです。だから本当に何十年も経ってるんですよね。で昔はもっとシルバーで輝いてたんですよ。で未だにねこれはもう新しいのはね本当は買えばいいんでしょうけど、このずっと使ってます。でハーモニカはねさすがに出なくなったんですけども、その路地裏の少年っていうのはね、ハーモニカね、D ABCD のね D、 キーでよってこう違うんですけどね、これは E、 E のハーモニカなんですけど、その D っていうハーモニカ使うんですよ。でそれもね、真似をして D のハーモニカを買って、このホルダーを買って、
その路地裏の少年っていう歌をね、この歌ってたことがあるんです。で、その D のハーモニカがね、もう音が出ないんですよ。で、出なくなってね、それは捨てないで持ってます。持ってますけど、新しい D のハーモニカもね、買ったりしたんです。で、最後の曲、その D のハーモニカ、音が出なくなっても頑張ってね、ちょっとそれで演奏したこともあるし、人間もね、ハーモニカと同じかな、ちょっと一部分音が出ないことがあっても他の部分で頑張れるんじゃないかなって思ったりするんですよ。D のハーモニカという曲です。路地裏の少年を歌おうと持ち出した、愛を出ない音もあるけれど、歌ってくれたハーモニカは笑っていた。僕はまた元気だよと言ったんだ。体をさすりながら動かない足を引きずるように、悲鳴を上げてる体はあるけれど、歩いてくれる痩せた体が微笑んでいる。ほら君は元気だよと、もし聞こえたら手拍子。ありがとうございました。